それではですね、皆さん気になってる、どうもこんばんは、僕です。みんなね、気になってるとこやと思いますんでね、今日誰が来てくれてるか、早速ね、呼んでみたいと思います。今日のゲストこの方、よろしくお願いします。どうも僕です。そうなんです。どうも僕です。今島さん、お久しぶりです。どうも僕です。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いや、そうですよ、こんにちは。お久しぶりです。いや、どうも僕です。いやー、もうよかったわー。もう今日島さん捕まえられて。やろう。どうも僕です。いやー、もうえらい久々ですね、これ。そやな、これ、えらい久々やわ。ちょっと待って、今島さん。開始1分経たずで、リピート島が出てきてるけど大丈夫？ いや、ここからやから、ここここから、からここやから、から。ここからやから、ここから、今あれやん、温めてるとこやな。温めてるとこやから、よかった、よかった。こっからかかんねん。ね、リピート島がね、始まってくると、小島さん眠なってる証拠なので。いや、大丈夫、大大丈夫、こっからやから、こっからやから。今、こっから何か言うたよっていう。いや、こっからやこっからから、やね。OK、大丈夫、大丈夫。大丈夫。ちょっとね、音ちょっといじろうかな思ったりしてるんですけど、まあ、小島さん大丈夫そうやね、音量的に。おし、OK。おし。小島さん。小島さん。これでも大丈夫なんかな。小島さん、これでも大丈夫なんかな。打ち合わせいないことするんでやめてもらっていいですか。積極的にね、視聴者の、耳を破壊しに行く、その男気に俺はね、敬意を表する。やろ。よしよし。よし。声の張りはいいらしい。声の張りは調子ええわ。これ俺調子ええよ、多分。今日バッチリやで。今日バッチリ。張りがいい。うん。で、あれよ、なんか、国営放送ということで。はい。久々やん、ほんまに。何したか覚えてる？国営放送というやつ？そうです。何してたかっていうより、俺が出た時は、基本的になんか、俺が思いついたこと喋ってただけなんだけど。今日もそれでいきましょう。オーソドックスなやつやったことないんだけど。今日ね、なんか、ちょっと、最近ね、形式にこだわるようになってん。あ、お前、いつの間にか形式主義になったん。いや、ちょっと俺も縛られてしまったね。お前らしくないわ。いや、もうこれでもね、俺形式に縛られてるつもりやねんけどね。らしくない。お前は形式に縛られずに、なんていうの、法の抜け穴は、針、そんな音やんか。どうした？形式と法イコールにすんなよ、お前。なんや、ね、最近ちょっとフリースタイルでやっとったわけやけど。フリースタイルやめちゃったん？フリースタイルをね、ちょっとやめた。うん。俺、お前のフリースタイル好きやってんけどな。何してたか知らんけど。別に好きちゃうやん、じゃあ、お前。敵東島やん。いや、ほら。まあね、なんか多少は。あ、思い出した、思い出した。何、何、思い出した。あれやろ、うつ先生の英語講座やってたやろ、フリースタイルで。お前、それ有料枠の方やってなかったっけ？あ、そうなの。で、無料枠何してたの？アップソニーやってたな。あー、やってましたね。聞いたことあるぞ。うん、そんなこともあったと思う。トントンからまた書きした。やっぱり見てへんねんな。いや、トントンがやってたって言ってたから、あ、そうなんやって。いや、でも実際さ、生見る？あのね、うん、正直。正直？うん。あのね、うん、見てるやつから、ちょっとなんか聞いて、うん、話が出て、お、何それ、ちょっとおもろそうやんって思ったやつだけ、うん、タイムシフトしてる。ああ、なるほどね。うん。昔、小島さん、リアタイで見て、昔ほらさ、バックステージパスってあってん。覚えとる。あったなあ。あれでたまになんかポロッとコメントしたりしとったけど。あったなぁ。いや、なんかね、最近はもうね、みんなこういう感じやろ。あー、やっちゃったね。こういう感じやろ。やっちゃったね。こういう感じやろ。こういう感じやろ。うん。これね。うん。昔名前出たやん。あー、そうやったな。そう、なんか、枠と。あー、そうだそうだそうだ。いや、なんかね、やっぱりあの当時まだ始まったばっかりやったやん。そうね。で、ちょっとどんなもんかなって見て、で、なんかこう。あ、もうええわって。まあ、もうええやっていうか、俺の話とかしてると、なんかちょっとこう、書いてたりしてんけど、もう最近、そう、なんていうの、なんていうのかな、もう、知ってるしっていう。もう知ってるしっていう。うん。あの時やな、確か、これはガツっていうのって。そうそう、俺、ガチっていうのをね、書き間違えて。ガツ。ガツ。そう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 。で、やっちゃったんだよね。やっちゃったね。
やっちゃったんだよ。今あのね、あのコミュニティの生放送はオスマンの生が、あ、もうやってへんのか彼も。いや、なんかこないだやってたらしいよ。あれどっちでやっとったんやろな。さあとか、さあ、うん、この島の、これ誰？これ俺。あ、お前かい。まあ、なんか、あれでもなんか最近もやってなかったっけ、オスマンの生。チャンネルだったんじゃない、あれは。チャンネルでやってたんか。ちょっとわかんないけどね。ね。でも僕ら結構いろいろしてますからね。キャスもやってん。そうだなぁ。あ、やったなぁ。あれやったなぁ。なんでやったんやろな。あ、でも、でも俺、でもあれや、あれや。ん？お前が、うん、今年、ほう。お前が一人でキャスやってんのは俺ちょっと聞いたで。あれちょっと、あれちょっと恥ずかしいからやめて。え、聞いたで、聞いたで。あれちょっとやめような。トントンと、うん、トントンも聞いてて、え、マジで？トンシも？え、聞いてて、意見が一致したのが、あいつ生きてへんっていう。生きり実況者。そう、あいつ生きてたっていう話になって。生きり実況者現る。そうそう。うち身内のあの生きり判定厳しいから。めっちゃ厳しいから。もうすっとお前生きてへんってやるから。イベントから帰ってきたら絶対お前ちょっと生きて帰ってきたなみたいな。あーでも一時期それ言ってたな。あったな。あれお前生きてへんって。ちょっと生きり実況者さすがにくさい。いやまあねちょっと締まりもないけどなんかまあこの辺でねちょっとオープニングトークとしてあのなんや動画の話でもちょっとしましょうよしんべさん。いいよ。ありがとう優しい今日。いいよ今日なんかいつも優しくないみたいな言い方やな。いや割と普段からね。優しいね。そやろ？うん。なんかね、最近ちょっとみんな優しくなってきたよね。誰に対して？全体に対して？全員に対して、我がっていうか、うちが、組織的に。だから、この島さんも、どんどんさんも、なんかちょっと優しくなり始めて。何？昔そんなにきつかったの？いや、なんか、なんやろ、変なとこ丸なって、変なとこ尖ってってるみたいな。マジで？だからその分ちょっとシャオちゃんがなんか今そろそろあの子もキャラクタービューン入れなあかんで。いや今なかんあれやね部屋空いてないね。空いてない院長院長部屋が空いてないね。しゃあない病棟が空いてないね。えシャオ、ま、シャオちゃんも治療したん？いやしてない。あしてへんねや。なんていうの受診には来るんやけど来るねカウンセリングで来るんや。で手術不可避なんやけど手術不可避なんやけど、うん、なんやけどちょっと病室が満室でなるほどね入院させられへんねん。だから今んとこ受診でなんとか定期検診で、ね、定期検診で頑張ってる状態なの。すなわち今お薬手帳大変なことになってるから。そうお薬手帳大変キャラクターお薬手帳大変なサプリメント出るんや。そうめっちゃ めっちゃ飲んでるで。たちなみに今まで誰が入院したん？え誰もう数知れない。ロボロとか。あロボロ通ったんや。うんロボロとかあとエーミールとか。あエーミール病院うんそうちなみに重篤患者は誰やったん一番の？お前俺やろうな。俺ほぼロボトミー手術みたいなの受けたから。そうシャオちゃんは今ジェネリックキャラクター医薬品飲んでるから。何で安すましてんのあいつ。ジェネリックキャラクター医薬品飲んでる。何の話やねんてか分からん。まあね上がった動画のね話をちょっとしようって話なんだけど最近何が上がったか俺知らねえんだ。あえろすいません許してください。すいません。しょうがないな。え、てかさ、最近上げてる？シーマさん。ニコニコには上げてない。ですよね。お、副音声ぐらい。あ、そっか。まあ一応有料だからね。最近？うん。上げてるじゃん。なんか上げたっけ？え、地球防衛が上げてるじゃん。あ、拙者？じゃあ。拙者はね。あー、バイオハザード、マイクラバイオハザードは、これ7月4日だから、火曜日か。そうね。上がってるやん。嘘ついたわ。
なんか3本ぐらい上がってる。3日じゃなかった。3日やから、3日やから月曜日や。うん、3日や月曜日。2つ上がってるやん。まあそうっすね。で、パート5は明日上がるみたいやから、ちょっとまだ早いな。詳しいね、君。いや、そう聞いた、今。今なるほどね。謎の、回電波。電波が受信した、今、俺の脳内。今週はさ、ちょっとキャラクター病院行った方がええんちゃうん、これ。いや、ちょっと院長やけど、あ院長やけど、ちょっと院長入院不可避になってんね、今。でもね、ベッド空いてへんからね、今。そう、今ベッド空いてへんから、俺も危険な状態やねん。シンバさん、今後なんかニコ動に出すんすか？いや、さあ。あ、まだ、これ、ここ、ここで言えへん。さあ、そうやな。うん。あはん。あはんはん。あはんはんはん。でも、まあ、大体どの動画にもおるよね。せやねん。せやねん。なんかしらいるね。うん。だから、結局なんなん、これ地球防衛軍と何？あと。地球防衛軍と、マイクラでバイオハザードっぽいことやってみた、パート4やな。と、色欲か。あ、色欲か。色欲か。と、ギスメモか。ギスメモは先週じゃない？まあ、そうやな。こんなもんか。こんなもんやな、今んとこ。今日この時点で出てるやつはな。そうね。また、バーッとなんか、あったね。まあ、YouTube も合わせるともっと出てんだけどね。まあ、ここはね、そんな厳粛な、場ではないので、そこの話とか全然してもらっても別に構わへんけど。あ、ここいいんですか？別に構わへん。ここいいんですか？ええ。あ、じゃあ、それも含めると、シャドーバースとか、PUBG とか、バガゲーとか出てますよね。バガゲーニコニコ行かへんのよ。いやー、だって、バガニコとちょっと違くない？あれ。バカすぎる。うん。なるほど、ちょっとあの下の声た視聴者にはちょっとっていう。そうそうそう。実はね、俺申し訳ないけど、バカゲー見てへんねん。いや、全然いいよ。全然構わへんで。でもなんか、身内の受けはいいよね、あれ。そのようだね。なんか、ツッコミのやつ？ツッコマニア？うん。なんか、すごいって。それ先週のやつやね。うん。これは今度見ようと思いながらもう、かなり経ってしまったけど、トントンのツッコミがすごい、先週のやつ、うん、なんかね、トントンが息切れするぐらいツッコんだなんか、うん、酸欠になったとは聞いてよ。そう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 、そんな感じ、うん、すごかったで、うん。だから、まあ、あれも見ようとは思うけど、まあまずで、国営って動画の話してる。だから、動画の話してるわ。今してるよ。大丈夫よ。今してるわ。今してるから。まあ、でもちなみに俺、はい。今回、うん。ニコニコの、はい。ゾンビ。まあ、あれね。ゾンビ。うん。地球防衛軍。はい。で、YouTube の、うん。シャドバ。はい。バカゲー。はい。で、あれ PUBG、うん、全部出てるんじゃん、お前。全部出てるし、俺全部見てるから。あ、見てるんや。俺今回全部見たから。マジで PUBG 見てへんの？俺全部見たから。もう降ってくれたら話せるで、多分。いや、俺が見てへん。バカ野郎。いや、もうね、最近いよいよ自分の動画もミンクなったもんね。あー、まあその瞬間はあるな、うん。てか、その瞬間、単純に時間、うん、単純に時間、単純に、まあ分かるで、うん、分かるで、うん、分かるで、うん、あー、どうなったんやろうな、あれ、あー、今見たら、わーみたいな、分かるで、うん、だって俺も今日見たもん。シマさん、もしかして予習してくれた？そうやで。お前、いやね、お前、そういうところよ。いや、前回、うん、誰かの時に国営出て、うん、全く見てなくて、うん、ちょっと話が全然ついていかれへんかったから、はい、今回見てん。ほう。だからちょっと話ついていけるで。いや、やっぱお前、まあ昔からまあ人間ができてるって言った時、やっぱこういうところやと思うわ。せやろ、心あるやろ。俺さっきまでラーメン食っとったもんな。バカ野郎。バカ野郎。ラーメン食べてました。バカ野郎、まあ、ラーメン食べながら見れるやろ、お前。あ、まあそうやけどさ。せや、まあラーメン食べながら見るとね、ディスプレイと近いと、もうラーメンの粒の飛沫が、飛沫がね、ピャーって飛んでね、うわーってなるんやけどね。なる、うん、俺この前キーボードの間に何か挟まっとんなと思ったら、ミートソースのミートやったわ。お前、
美味しそうなキーボードに仕上がったな。いや俺マジで鼻くそかなと思ってめっちゃびっくりしたもん。あ、お前の？うん。いや、それは俺以外の鼻くそちょっと嫌やろ、お前。いや、ミートソース鼻くそ。あの、今日の晩ご飯がね、ミートソースやってる方、本当にすみませんでした。あの、ミートです。どうもミートです。どうもミートです。俺は別にミートじゃねえけどよ。どうもミートです。肉丸くん。特別な稽古をつけてやった。いや、本当にね、もう。ちょっと動画の話しよう、肉丸くんの話別にせんでね。そうやな。あの、スキューバダイビングの話をちょっとね、せっかく僕編集してるし、まあ、そうだな、うん。シェンマさんもね、なんかあの、まあ、有料部分だったけど、ブロマーで書いてくれたりしてるもんね。そうだな、うん。最初一発目ハードやって、もう二発目インフェルノやったな、そうそうそう。あの、一発目からインフェルノかなと思って、インフェルノやって、僕と小根島さんとグルちゃんの3人だけやってんけどな、あの時。そう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 、あの時な。そう。うん、ほんなら、俺もグルちゃんエラー怒られても、なんで一発目からインフェルノやねんって。普通ハードやろ言われて、あ、入って。やろ。ほんで、あ、じゃあ、ほんでそれ聞いて、あ、ハードで行くやと思ったら、二発目インフェルノやったから。そうやね、なんでやねんって。なんでやねんってなったの。二発目はインフェルノちゃうんかいいやいや、確か一発目、いや、なんでインフェルノやねん、一発目ハードやろみたいに言って、うん、で、ハードやったら、うんなんかクリアしてんな。そうそうそう、しれっとな。しれっとクリアして、いやなんかやっぱハードちゃうわみたいな。うん、なんかハードはなんか弱いなみたいな。そう。やっぱインフェルノやわつって2発目インフェルノだって。そう。割とボコなんだけど。そう。これ俺の初プレイやったからな。ハードとこのインフェルノ。そう。今までやったことなくて、うん、え、ハード？あ、え、インフェルノみたいな。なんかあの経験者2人がちょっと盛り上がってるみたいな。そう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 。お、あるよみたいな。いやでも武器も全然ないのきついよな。インフェルノ強い。やっぱ体力が足りねえんだろうな。やっぱ PS あと、あ、まあそれもあるな。うん、いやほんまにね、きついですね。あれダウンロードコンテンツも含めるとね、ミッション数が100超えるとかって話でございますから。マジかよ。マジかよ。あのね、そんなんやってるうちに5が出ちゃう。5、いつでんだっけ。なんかね、発売延期になったんだったっけ。なんか年内予定とかっていう。年内の予定なのね。うん、俺さ、うん、それで思い出したんだけどさ。なんすか。超、はい、モンハンワールドやりたくね。まあ、来年、あ、めっちゃやりたい。来年の話だけど。あれめっちゃやりたい。やりたくね。うん、俺やろうと思ってんね。あれ PS4? らしいな。やんな。やれはやりたいね。え、珍しいの、シノさんモンハンに意欲を示すなんて。いやなんかちょっとなんか PV みたいなの見て、お、あ、これはいいぞと。めっちゃええやん、なんかジュラシックパークやんと思った。俺がどれだけあのダブルクロス誘っても全然なんか興味示さんかったのに。いや違うんやって。なんや、やっぱグラフィックよ。あ、グラガグラガ。うん、ちょっと 3DS 先生には悪いけど、はい、やっぱグラフィックがやっぱ落ちるやん正直ね。え、でもやっぱりあのスイッチで出ますよ。なんてスイッチで出ますよ。スイッチ出るんすか。出ます出ます。いやでも俺もうワールドで行くわ。あ、もうワールド。いや違うんや、俺がなんでワールドやりたいかって言ったかっていうと、うワールドの PV を見たときに、 うわジュラシックパークできるやんと思って。あ、モンハンができるじゃなくて、あの ジュラパを再現したかったん。いや俺ジュラシックパーク割と好きやね。あ、ほんまに。でこうさ、うハンターがさこう歩いてる横でさ、あの、うあ、俺なモンスターがさお互い戦ってるやん。ありますあります。それを隠れながらさ、横目で見ながらシュッシュッシュッってすり抜けたりしてるやん。ジュラシックパークやん思って。あ、これがしたいと。うん、ジュラシックパークやん思って。いや俺それがやりたいなと思って、うん、あれってでもさオープンワールドなんじゃないの、あの感じ。うん、でオンラインやろ多分。あれどうすんの、あのめっちゃハンターの数すごいみたいな。いやそれはひしめいてるみたいな。いやそれジュラシックパークの世界観壊れる。壊れる。人間パークやで。そう、人間パークになってもなまうから。あれなんとかさこう、うん、なんていうの、フレンドリールームみたいに作れたらいいんだけどね。あ、人数制限でね。そう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 。オープンワールドじゃないの。じゃないの。なんかわからん。なんかあれがさ、なんか本当に MMO みたいな感じだったらちょっと笑うよね。そうやな、多分違うと思うけど。あ、オープンではないんだ。オープンじゃないんだ。あはん。でもえらいマップ広かったよねあれ。オープンじゃないにしても。いやあれすごかったの、びっくりしたもん。あ、
今これようやく来たかって。いやあれはすげえ、あれは絶対やるべき、やるべきだな、うん、あれあ、マップが繋がってんねん。じゃあ、なるほどね、これでかい。あ、そういうことか。あれね、エリアエリアで分かれてないってことか。そういうことですね。いや、それはもう素晴らしいよ、うん、素晴らしい。だって俺モンハンは過去作、うん、やったことあるけど、エリア移動感何してんやろってめっちゃ思ってたもん。いや、ほんまに、その読み込みを早くするため、メディアインストール俺もちゃんとしてたもんで、しかもあれ、エリア移動して着いた瞬間に攻撃されて、吹っ飛ばされて、またエリア戻されるとか。ああ、あったあったあった。いや、俺だからこのエリア感何してんやろっていう。で、フレンドのエリア移動見てるとさ、立ち止まってるやん。あるな、こいつやばくねと思う世界観壊れるそう、まあでもそういうのがなくなるんかもね。まあ広いもんね。そう、広いから。いや、世界観大事ね。世界観は、そう、世界観大事やっぱり、うん、世界観大事。これよ、これよ、間違いない。なんていうのかな、プレイヤーを没頭させる世界観が必要だよ。お、君ちょっと、そういう意味でいいね、うん、そういう意味ではね、PUBG いいね。あ、いいつなげ方ですね。いいね。あれすごいさ、うん、世界観を持ってるやん、 PUBG 持ってるね。没頭できるやん、入り込めるやん。あれさ、でもなんなん、背景建物になんかいろんな文字書いてたりするやん。するな、あれなんなん結局。さあ、どこなんだろうね。東欧なんかね、旧共産圏のところなんかね。いや、なんかソビエトっぽい建物があったと思ったら、そうなんか漢字書いとったりするやん。ね、せえな、日本のことわざなんか重くそ書いとったりとか全然するやん。まああれじゃね、とりあえず思いついたやつやったんじゃね、うん、あれどこなんやろうな。いや、それどこかはええねん。あ、ええ、だから、うん、俺は PUBG はもう俺の中の脳内設定で。お、あんの、ワールドが脳内設定で、うん、多分、うん、地図にも載ってない、あ、もうほんまに孤島があって、はい、そこで集められた人間がサバイバルやらされて、うん、1位になるまでこう、なんていうの、出られへんっていう、そういうね、その俺は設定をもう自分の中でやってる。あ、じゃあ1位になったやつあれ出てるんや。1位になったやつあれ脱出してる。だあれは脱出ゲームやん、多分。ガチのバトルロワイヤル。俺の中での話ね、うん、あれほんまにストーリーはあるんかな。ないだろう。ないんか。まあ、そういうやつの方がいいよね。なんか勝手に考えてみたいな。そうやな、まあ想像の余地がいっぱいあるから。 PUBG ってニコニコにあげへんの、お知らんねんけど。あー、さあな。まあさあなやな。さあ俺は知らん上がるかもしれん。そうやな、うん、まあ俺は適当なこと言うからあんま信じん方がいい。そうやな、うん、ちょっと小島さん、ん、疲れてきて。こっからやで。こっからお前まだ上がんの。こっからやで、うん、こっからやで。ただ時間チラッと見て23分か。結構俺の中で40分ぐらい話した気がしてんねんけど、ま、半分やと思って。奇遇やな、俺もや。俺もせえね、気持ち、じゃあもう今日はなんて終わりないの強くないはぁ、あとは、なんや、でも前くらいやつ生でやったやつやもんな。あ、ゾンビエン、そうだね。うん。え、あれって無料でやったよな。トンツクやんな。トンツクだね。やんな。あ、うん。からもう。トンツクでやって、それを動画化してるって感じ。まあ、あの時ね、見れんかったっていう人がね、動画化で。そう、あの時、いわゆる生存者側の、うん。視点は見れないから、生放送見てた人も。そうね。だから生放送見てた人も見てない人もまた楽しめるんじゃないかなと、うん、いうふうに思いますね、あれ。はい、宣伝してる。当たり前やろお前小西さん結構喋っとったね。え、生存者。そう、それ喋るやろ。いや、なんかね、俺最近ちょっと気づいてしまったことがあんねん。小西さんね、地球防衛軍の時口数少ないねいや違うんや、違うんや。ないないない、どうし、違うんや。どうし小西さん、どうした。難しいんや、リベルト。喋ってる暇がないんや。ガチってんねんな。喋ってる暇がないんや。バーって字幕打ってる途中で、こ
川島さんの字幕全然ないわってていうか、なんかたまに喋んねん、うん、やねんけど、あの小西さん武器打ちながらやってるから爆音で全部セリフ消えんねんよいや違うんや、なんや、喋る暇がないんや本当に、あれ、なるほどね、うん、ノーマルぐらいやったら喋りながらできるけど、うん、オラオラ島出てくるな絶対、そう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 、オラオラ島とあとなんかブッチ島といろいろ出てくると思う俺最近さ、お、あの地球防衛軍の名前さ、ダップン丸っていうやつや、わしな、わしな、ああそやな、俺最近うんこネタ飽きてきてさ名前変えたらじゃん、いやでもさ、もうせっかくダップン丸、いやこれね、うん、俺実はブロマガにも書いたんだけど、マイクラスキーにも言えて、もうダップン丸でイメージついちゃったら、うん、なんか変えた時に誰ってなるやん、いやならんよあのダップンのイメージよりもコネシマのイメージが強いから大丈夫やで、誰ってなるやん、おお、まあ一応不安視はしてんねや、うん、でもちょっとうんこネタ飽きてきてさ最近、まあいい傾向やね、まあちょっといい傾向、あ、いや良くない傾向やね、クソやろおパワハラやぞお前いやなんかさ、お、最近さこうエクスタシーを感じないというかさ、むしろ昔感じてたことに驚きを隠しきれへんねんけどいやなんか、お、最近さ自分が脱粉するときもこう、あ、きつい、いいね、いいわっていう感じがしないねんな、昔してたんかよそうだよ、だから俺お前昔話したことあるやん、あの極限まで我慢我慢我慢を離れて、あ、じゃあそろそろ出るっていう時にバンって一気に出してあーあーってやるのが気持ちええって言うてて、お前土曜のゴールデンタイムにお前のうんこ話拾うのかほんまあ、でも解明したんやろ、うん、要するに何が、ダップン丸を、そうやね、いやそれはね、実はね、俺からもお願いしたいね。え？なんでかっていうと、うん、あのダップン丸のプン、プン、プンがね、あの編集上僕が使ってるフォントでプン出てこうへんね。あー、あーなるほど、対応してないと。そう、対応してへんのね、プンが。プンが。そう。から。だから変えてほしいの。なんなら変えてほしかった。だってみんなさ、いやまあぐーちゃんも原型ないけど、レーニンやから。けどみんな割と原型とどめてるやん、うん、まだ名前。ああそうやな、うん、お前だけなんかもうなんでダップン丸にしたのほんまに一応聞くけどえその時その時の俺の中の流行り、あ、気持ち、気持ち、ごめんなさい、なんか変えたらじゃんほんまに、変えちゃう、変えよ、解明、公募する、公募する、いや待って待って待って、どうしたどうした、公募じゃダメだ、公募ダメ、あ、公募じゃダメだ、魂が入らへんから、だから俺の魂が入らへん、俺ダップン丸魂感じたからはよ捨てろそれえ、じゃあ、うん、今なんな、今のエクスタシーはなんな、いやそれがないから困ってんねん、あ、なるほどね、うん、ダップンに次ぐ何かがないねん、最近でもちっちゃいとこが行ったらいいの、最近好きなもんない、好きなもん、そう、最近好きなもんないねん、起きたんり、いやそれは別に最近じゃないやん前からやん、ずっとやな、ずっとやん、引退したけど、あ、引退したん、引退したよ、とっくに、え、そうなん、とっくにしたよ、あ、全然知らんかったわ、いや、っていうね、うん、感じで、こう、なんかないかなっていう、なんかないかな、小根島さんといえば、俺といえば、鮭、鮭丸、鮭丸なんかね、いやダメだな、鮭は俺食う方やから、鮭丸はちょっとなんかゆるキャラとかにいそうやな、いや鮭は俺違う、俺食べる側やからあくまでも俺は捕食者であると俺は捕食者やから、うん、なんやろな、まああれだ、なんかあるやろ、なんかそのじゃあこうしよう、どうした、エクスタシーを感じるものがあったらそれに変えるわ、うん、じゃあ、 あの名前見たら今お前が何にエクスタシーを感じてるかが分かると、そうそうそう、それまではまたあのダップン丸で嫌やで、なんかあのちょっと見えひんうちに名前五郎丸とかに乗っとった、あこいつあ完全に覚醒したんやなってなんで今さらラグビーやねん遅すぎるやろ、いやなんかあの男として見てるみたいな、あなるほどね、そうそうそう、あそっちでそっちで、うん、うわあこれエクスタシーやったんやっていうでも五郎丸めちゃめちゃいいから出してるもんな、いやそれはねわかる、うん、あれすごいよな、うん、最近ちょっと俺筋肉好きや、最近とかずっとそうやけど、
ええ体してるな。ええ体してるわ、あれは。五郎丸は。たまらんな。たまらんな、ほんまに。あんな、なんていうの。五郎丸ボディ俺も欲しかったわ。結構近いとこあるよね、でも、小西さんは。ないよ。ないよ。小西さんもうだっ五て郎ね、丸ボディに近かったら俺相当鍛えてるで。だって五郎丸の体に顔小栗旬や、お前。似合ってなさすぎるやろ、お前。どっちか寄せろよ。アンバランスすぎるよな。 いや、それはちょっとさすがにアンバランスよ。どっちかに寄せなあかんわ。もうね、小島さん、設定ボロボロやから。でボロボロやから、もうどうなってんのかさっぱりわからへん。そろそろ言っとった方がええんちゃう？もう、真実を。真実を、どんなもんかって。俺の真実言うと、エイリアン VS プレデターのエイリアンやな。いや、別に、エイリアンって言ったらよかったんちゃう？それ洋画のって あ、口の中から口出てくるやつ。そう、俺口の中から口出てくるの。あれやって、で、エイリアンはさ、口の中から口出てきて、人間に卵を産みつけて寄生させる。寄生させて人間の、腹からバーンって赤ちゃん出てくるやん。いや、どうもお前の話聞いとったらおかしいなと思っとってん。やお前ろ？の幼少期の思い出だってフェイスハガーやん、完全に聞いとっても。そうやで。で、俺の場合は違うね。俺はエイリアンでもね、特殊型で、うんこから出てくるんだよ、エイリアン。コネデリアンやん、ダダの。そう。うんこから出てくるんだよ。ちょ、待って。飽きたんちゃうんかよ、お前、嘘。だから、俺の口の中のもう一人の口が、もう一人。うんこにガシャって挿入して、うんこに卵を産みつけんねんな。シンマ、そちら、一回ちょっと置いとこう。一回置いとこう。置いとく。置いとこう。これ次の枠で話そう。お前、次の枠はお便りあんねんから、お前、なんか、俺のうんこ話してる暇ないやんけ、おい前。や、せやね、なんか次の枠すごいで、矛盾が生じるから。どうだっやて、回答者がおるっていう。お前、でもそれさ、もうゾムでやってしまったやろ？ゾム出たやろ？なんか先々週かそこら。そうね、ゾムさん出てたよ。出てくれた。お前、そういうの一発目俺に持ってこなあかんやろ。一発。一発目俺にそういうの持ってこなあかんやろ。小西さんさ、ん？ん？最近貪欲すぎ 何が？笑い。いや、そらそうや。いや、最近じゃない。昔から昔やかで、ら。俺。いや、昔からや。俺、最近ちょっとこいつ、シャオちゃんよりも人気にグロ、えぐいぞっていうのを感じてんねんけど。いや、俺は人気じゃない。笑い。シャオちゃんは人気やけど、俺は笑いやか 今、バッサリとシャオちゃんのこと言ったな、お前。もうちょっとだけ動画の話しとこやな。う。あれ？何の話してた？エイリアンの話したな。エイリアンの話したから。あ、地球教育の話してたな、今。そう。あれもね、なんかまだ新しい人間が入ったりするかもしれへんっていうことだけちょっと予告しとこうかな。ああ、やつね。やつ。やつね。やつ。やつね。だからああ。ミッション90何個もあんねんから、もうあのメンツでずっとやっとったら飽きるやろ、見とうがもあら。まあ、メンバー変えた方がいいかもな。う。うん。確かにやつ来るな。来るよ。やつ来る。やつ来るな。やつ、こそれんして体力上げてたよね。上げてたよ。結構ね、熱心な隊員がおるっていうことだけ。そうやな、熱心な訓練兵がおるんだな、今。派遣がな。派遣が、熱心な訓練そ社員が、訓練生がおるから、まあ、入れようかっていう感じやな、今。う。そう。ね、その人、シンマさんがだいぶいじめてるけど、今。そやな。まあでもあれはね、4人が限界なんで。そやな、4人が限界だよな。もうちょっと欲しかったな、正直言うと。そやな、だから6人ぐらいできたらよかったのにな。いいね、それは。まあ、うちは人数が多いですからね。そやね。まあ、まだ上がってへんけど、上げるつもりであるっていう動画が1個。いくつかあるけど、どれ？お前がすごかった方。俺がすごかった方、それはあれ？どっちのすごかった？蛇口ひねる方。あ、分かったわ。あ、あれか。あ、あれね。あれね。あれね。あれ面白かったな。あ、おもろかってん、ほんまあ、に。面白かったな。面白かった。あれ、いいゲームやな。いや、ただな、ちょっとグロすぎるかもしれへんな、あれ。なん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 。
大丈夫やって。あれやばない？そうかな、大丈夫かな。まあ大丈夫か。映画でもあのくらいは普通にあるやろ。まあね、うん、お子様ばっかじゃないから大丈夫やと思うけど。そう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 。あ、もちろんニコの話です、これは。あれニコニコレタスの、あの面白いとこだけ。あ、なるほどね。基本的にはでも向こうかな、ちょっとグロいかもしれないっていうところで。あ、 YouTube ね。うん。あ、じゃあうつ先生も YouTube に出すんやな。うん、僕出してなかったもんね今まで。そうや。からいやでもね、なんかああいう感じで俺もしたいなとは思う。ああいう感じとか、なんかたまになんか、どうですか小島さんって一人実況したいなとかと思う。ああ、なんかね、昔やるやる言うてね、結局やってないんだよね。何やる言うとったっけお前。いや、何すると言ってない。あ、なんかするっていう。なんかするかもっつったけど、うん、結局やってないんだよね。したいなと思うの。いや、やってみたいなと思うねんけど、うん、なんかおもろくなさそうやなっていう。あ、それはすごいわかる。実際やるとな。実際やると多分そんな、なんていうの、うん、おもろいやつにならへんやろなって。ありますね。うん、そんな気がして、なか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 ね、踏み出せないっていう。まあ仕方ないね。うん、あとやる時間がないっていうのもあるな、うん、でかいね。うん、うん、だって全部出てるもんね。他のやつあるから、うん、そう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 。他のやつあるから、小島さんね、うん、忙しいから。いやでも逆に俺お前が一人やっとるの見たいわ。見たい？見たい。あのどうなるんかなっていう。そうやな、俺の予想やけど、うん、やっぱり、うん、笑いの基本構図ってボケとツッコミやから、はい、多分一人でボケて一人でツッコむっていうパターンをやるかもしれん。お前結構形式にこだわるタイプやってんのお前。いや違うんや。ない。そこは形式こだわらんと。あ、もう出来上がってるもんがあるから。うん、そうそう、ボケるだけやと。ボケるだけやと意味がない。それ意味がないと。うん、確かにね。ただツッコミだけだとそれも意味がないと。あー、わかるわ。うん。なんかあのツッコむだけやったらなんかすげえ性格悪いとか言われそうやしな。いや、てかそういうだけじゃなくてツッコミだけだと面白くないんだよね。あ、単純に？うん、ボケがあってのツッコミだし、ツッコミあってのボケだし。わかっとるお前は。うん。やっぱそういう時はね、まあ、あと、一人実況だとなんか、黙る空白がありそうやな。うん、あ、それはね。うん。あれ、ずっと喋ってんのはね、無理。意外にきついよな、あれ。ずっと喋んの。4人とっても無言の時があんねんで、だってあれ。確かに。おう。一人やって絶対できるって、そんな。うん、無理無理。まあ、でもそう考えると一人でやってるやつはすげえな。うん。いや、ほんまによ。ようやるわ。すげえ。すげえよ。しまさん。あ、この2短い生放送で俺ら無言タイムが出始めたりで。いや違うんやって。どうした？なんか、うん、動画の話ってそんな喋ることないなって。まあね、あらかたブラマガに書いちゃってるもんね。っていうか紐付き多すぎるっていうか。紐付き？喋れない部分多いよね。ああ、そういうこと？うん。あ、それはあるね。でしょ。あ、大先生。どうした？ちょっとシャドーバの話もしようや。あ、ええよ、しようや。ここまで日本ニコニコの日本のやつ喋ったから。うん。に限らずやから、もう全然OK。そう。ついにグルペンヒールさん出てきたな。出てきましたね。うん。ぶっちゃけた話。うん、まあ、あれやん。グルペンヒールさんとはあれ、何戦もしてん。したね。うん。したな。まあ、そのうちの一戦で、まあ、なんだ。別の試合も、うん、多分出すと思うんだけど、うん、YouTube のシャドーバーで出た方はあれ一発目や。うん、そやね。俺もっと強いと思ったら意外に弱くてびっくりしたよね、あれ。いや、だから俺も、いや、正直俺シャドー知らんねん。うん。そんなに。うん。知ったような口でやってるだけやから、うん。隣で見てて、シンバさんがどれくらい強いんかわからんかったけど、うん。お結構お前強いんやって。いや違うね、あれな、うん、ヒューラーさんロマンに走りすぎた、あのデッキ多分。あ、そうなん。多分やけど、うん、あのデッキサタンドラゴンやね多分。はい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 。
多分サタンを主軸にしてサタン出した後にアポカリプスデッキになんね、うん、アポカリプスデッキは、うん、うん、あの大先生も多分ちょっと知ってるやろうけど、あの、うん、コストなんていうの、あ、でコストじゃない、攻撃力13、13とかごっついらしいな、ごっついやつがポンポン出てくるってやつなんやけど、こっちのロイヤルは展開早いもんね、展開が早いから、あのそうなる前に殺してしまうねんな、相性の問題やったんじゃあれは、相性の問題だと思うあれ、うん、あのデッなんか相性すげえよな、本当なんか遊戯王にとは違うよねこれ、本当に相性すごい、うん、いやなんかちょっとあれなんかちゃうなって思って、でもねあのシャドバに関してはね、シマさんめちゃめちゃやってるよね、いや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 、そんなことない、いやこの前もねなんかお前、はいはい、お前、はい、お前この前動画撮っとう時にあのシャドバやっとったろお前なんやそれ聞いたことないぞお前証拠音声あんねんぞお前なんや知らんぞ、そんな話知らん、あんなものがあったりね、そんなもん知らん、いや大先生どうした、俺がやってるって言っちゃ、うん、それ世の中のマスター怒るで、あなるほどね、世の中のマスターもっとやっとんや、あんなもんじゃやったとは言われほうほう、やっぱ俺動画見返して、うん、まだまだプレミがあるなって思うもん、あこうだった方が良かったなみたいな、こうじゃなかったなみたいな、うん、でもねそれは俺も思う、うん、あの分からんながらにちょっと動画とか見て、うん、勉強してんねん僕もちょっとだけ、あなるほどなるほどなるほど、えぐない、あのあこんなに打点出んのみたいな、あるな、あなんかいろいろ見たけどそんな、うん、名前間違えてるしな、あアリサとエリカ、そうアリサとエリカ な、うん、間違えてるな、おいや何を思ったか俺勘違いしててん、あれそやな、うん、アリサ言っててん、エリカちゃんのこと、うん、エリカロイヤル、ああそやな、うん、ロイヤルがエリカな、であのエルフがアリサやんか、そやな、僕エルフ使ってるからもう覚えたよ、ああそやな、俺ももうさすがに覚えてる、うん、あのビショップは誰、あれイリス、イリスな、うん、イリス、オッケーオッケー、イリス、あれいつ気づいたのっていうか、あの途中で僕が気づいたんやんな、あれ確かせいで、あれシマさんこれアリスやったみたいな、うん、あれこいつエリカじゃねみたいなせいねせいね、あんだ笑う、うん、あれあほんまやみたいな、あエリカ、あエリカって書いてあるみたいなせいね、いやなんかな、うん、ちょっと名前を見せて、ビショップのイリスはなすぐ覚えたんやな、なんでな、可愛いから、いやちゃうねん、ぽいぽいぽい、ああまあそれはある、顔と名前が合ってんねん、なんかエリカは顔と名前合ってないやろ、可愛いけどそれいいけどさ、あれで確かになんかもっとエリカ感なくない、あれエリカじゃなくない、あれじゃあお前の中であれは何やった、せえな、いやそう言われるとちょっと出ないんだけど、シャルロット、あーそっちのがいいな、エリカよりシャルロットやな、リーゼロって、それ違うわ、これ違うか、うん、エリカでは確かにな、俺もエリカやったらあの草タイプのジムリーダーが出てくるもん、誰だよそれ、ポケモンちょポケモン全然分からへんねんけど、草タイプのジムリーダーエリカっていう名前な、そうやねん、うん、着物着てな、着物着てんの、着物着てめっちゃしこいで、そうなん、しこいの、しこいやめよこの話は後でやろう、いやでもしこいで思い出したんやけどさ、何、やっぱシャドバさ、俺がインストールしてさ、パッとこう画面開いたらさ、うん、しこいやつ多すぎて困ってんけど、どれがお前に一番来た、いやてかエリカ、イリス、ほんま迷ったわ俺、いろんな意味で、ああそう待って、鼻出たエリカ、イリスで迷って、おで、うん、カード見て、うん、ああでもメイドリーダーおるんやったらエリカかなみたいなバイトリーダーメイドリーダー、いやほんでメイドリーダーの音声をさ聞いたらさ、もうこれしかねえなと思って、あれさお前撮影関係なしでガチで聞いてる時あるやろあるよ、えてかそもそもあの撮影でのさ、そのオープニングのさ、うん、あの、うん、お帰りなさいませご主人様、はいただいまーってやつあるやん、あれそもそも動画用じゃなくて俺が普段からやってたやつやからな、お前大丈夫、俺普段から家でたった一人であのやってたやつやからな、あれ大丈夫、お前娘さんとかその姿見てるわけやろ、
で、一人言うてるやろ。あ、今お前単身赴任やもんな。なんでやねん。じゃあ、そう、その、家で一人でやってたやつを持ってきただけに過ぎないから、俺からする、だからすごい自然やったでしょ。マジか、お前。すごい自然やったでしょ。いや、確かにナチュラルやったよ。ナチュラルやったよ。もうすぐ出たやろ、パーンって。お前、キャラクター病院なくて病院行った方がええで、マジで、お前。びっくりするわ。いや、だから、でも、実は俺イリスのビショップも作ってるよ。あ、ビショップも持っとんや。持ってるよ。持ってる持ってる。俺はとてもじゃないけど、1個しか作れへんわ、まだ。持ってる持ってる。今、ほら、新パックがさ、出ましたね。それで、なんか、ニュートラルが強なって、うん。そうね。あ、やばいよ。あれ、今環境、どうなったん？ニュートラルが席巻してる。ニュートラルバンパイアめっちゃ強いで。あ、強いんや。やっぱ、バンパなんかバンピって言うんやな、今。今っていうか昔から。昔、バンピちゃん。うん。あ、めっちゃ強いって聞くね。ニュートラルバンパイア強い。はぁ。うん。そんな強いんや。強い。強いな。いや、まあでも俺も勝率めっちゃ悪いから。うん。強いけど、いや、やっぱね、うん、ちょっと、不思議な探求者アリス。はいはいはい、あれね。あれやべえな。どうやばい？いや、もう、いわゆるニュートラルバンパイアにしろ、ニュートラルロイヤルにしろ、うん、基本的にいるな。やっぱり、てか入れないと多分ダメなんだろうけどね。あ、もうキーカードなんや。基本的にいる、あいつ。あいつ基本的にいる。あれニュートラルやったっけ？あ、ニュートラル、そらそうか。うん。うん。まあ、そういう俺もね、あの、ニュートラルデッキ組んでね、あの、アリス出してんねんけどね。うん。マジで？うん。いや、それはだって、せっかく新パック出たら引くやん。え、ちなみにおいくら課金したんですか？何言ってんだよ、もう一人の僕。あれ？もう一人の僕！相棒！何言ってるんだ？どうしたんだぜ？0円だぜ！ 0 円なのか？ 0 円だぜ！お前、0円で通んの TOKIO だけやからな、お前。お前、拾ったんだぜ。それ捨てちゃうんですかって。修行なんだぜ。あ、でも変わったんや。そう。はぁ、おもね、課金しようかなと思いながらめっちゃ悩んでんねんけどな。もう一人の僕。どうしたんだぜ、相棒。課金なんてダメだ、無課金だぜ。わかったぜ。ああ。だが無課金を貫くことに俺の勝率は2割程度だ。バカ野郎、修行するんだぜ。勝てんな、あれ。違うぜ、もう一人の僕。どうしたんだぜ、相棒。修行して、iTunes カードを拾うんだぜ。俺、Android とかそういうゴミだわ、拾っても。じゃあ、Google プレイカード拾うんだぜ。あれ、あの、レジでピッて通して、あの、アクティベートせんかったら意味ないからな、落ちてんの拾っても。バカ野郎、アクティベートピッしたやつ拾えばいいだろう。それ万引きじゃねえか、お前。じゃあ、もうよ、お前。修行って、お前、修行ってそういうことか、お前。違う、俺は違うけどね。いや、俺がしてるみたいに言うて、お前もう芝居だろか、お前。俺は違うけど。え、でも、あ、ええわ、これ放送だったら聞かせて、お前、マジで何もぐらいぶっこんだやろうなっていう。いや、0円だから。あ、0円。面白くないと思う。あれなぁ。いや、でも、買ったら気持ちいいからね。やっぱカードゲーム楽しいわ。まあ、それな、うん、それな、うん。カードゲーム楽しい、遊戯も楽しいしね。負けても俺は楽しいけどね。なあ、それはそうさ。でも買った時が気持ちいいやろ、やっぱ。まあ、気持ちいいね。うん。なんかあの、あ、もうこれよ、俺が考えてたやつはこれよっていうぐらい決まったら。確かに。で、負けた後も、いろいろ考えるところがあるやん。そうね。あの時これしときゃよかったなとかっていう。そうそう、あ、こここうだったなとか、うん、このカードを減らしてこのカード入れるべきやなとか。そうそうそう。あ、やっぱこのカードいるんちゃうけみたいな。うん。対戦後のね、あの、うわ、これ抜いてこれ刺すかみたいなね。あるある、そういうのも楽しいから。うん。あれもいい瞬間ですわ。そうです。いやー、シャドバね。ただ、悲しいな。どうした？シャドバ人気落ちてへんって。まあまあ、盛り返す時も来るさ。見てみ？あの、あれだけ映画を極めたの白猫さんもなんか今大変なことになってるやん。白猫さん映画極めたんですか？極めたよ。もうスマホゲーといえば、白猫という。うん、白猫モンストパズドラのあの三強があってん。あ、そうなの？そう、パズドラだけやってなかったけど。
あれ、白猫さんってそんな、その中に食い込めるほどすごかったっすけ？ごかったよ。いや、モンストパズルだわか、パズドラわかるで。うん。そんな時代あったっけ？白猫。あったよ、すごかったんやで。そう？うん。俺、白猫やってるってお前らぐらいしか聞かなかったけど。なんなら俺復帰したしな 久々おにやっ前たら、マおジ。前ら以外にやってるやつ見たことなかったけど、俺。いや、でもほんまに白猫すごかったんやで。あ、それそうこなそん。どうかな、全盛期のシャドーバがどんなもんか分からへんけど、まあ、それぐらいの勢いあったんちゃう。あ、そうなんだ。うん。白猫か。白猫しこいやつおる。かわいいよ。あ、そうな。うエん。リカ超えおる。全然おるおる。ほんまけ？ほんまほんまほんま。ほんまけ？全然かわいい。でも、小島さん路線じゃないな。あ、俺向きじゃない。うん。小島さんはもう、なんか、もう、ごっついのが好きやん。ごっついの好きやんって語弊生まれるのやめ。何それ、ごっいついや、の好きっなんかもて。う大人の女が好きやん。甘いな。え、ロリコンなん？甘いな。なんや？俺は、おう。そんなとこで縛られるのやめたんだぜ。お前、ようやくこっちに来たか。いや、別にロリってわけじゃないんだぜ。おう。いや、なんていうの、割となんていうのかな、きれいめな絵の方が好きじゃない？もう俺、どうでもよくなったんだぜ。うん。ええやんけ。まあでも、うん。あ、でも確かに綺麗めのが好きなのかもしれんな。なんか最近その辺に関して俺も歳を感じる。もう何でもええわみたいな。何でもよくなったほんまうん。に。グーわかる。グーわかる？グーわかる？グーわかる。お前下ネタやめろよお前。それ無理やりにグーって言うのやめよお前。グーわかるってお前。さすがにもうここでそんな話すなお前。お前が無理やり持ってったやろ今。なんでそんな話すんの、グーとか、お前。やめろよ、お前。さ、残り3分ぐらいでございますからね。ほんまよ。残り3分ちゃうわ、7分やわ。まあやけど、まあ次の枠のことがありますから、ちょっと残り5分あたりでね、締めさせてもらおうかなと思ってます。OKD。はい、よろしくお願いします、皆さん。はい。まあ来週もなんか地球防衛軍と、まあ多分前から明日とかっつっとったよね。あと、まあなんかポロッと上がったりするんちゃうかなと思いますけども。そうですね。うん。まあね。来週はシャオちゃん。あ、来週シャオロンなの。です。そうか。来週僕ちょっと。でもあれやな。ん？隔週になったことによって、ちょっとこう、うん。バラエティーが増えたんちゃう。バリエーション？あ、バリエーションや。バリエーションが増えたんちゃう。まあ、それはあると思うね。いや、どうか分からへん。俺、シャオちゃんの見てへんからお前、見てへんな。見てへん。本当にね、見ないね。お前、あれちゃん。どうしたん？そういうの良くないと思うわ。いや、見ようと思ってるんです。本当に。いや、でも、逆に、こうやって距離を置くことによって、何？らしさを失いたくない。お前らしさ？そお前らしさってなんや？う。いや、それをね、俺この前さ、島さん、久々にホーやったじゃないですか。やったね。あん時に、あ、俺これやっていうのをすごい感じた。あ、お前を見つけた。うん。あ、この感じすごい懐かしいって。おお。あの感じが良かったの。あの感じを俺やっと。そうか、いよいよお前自分を探すた、お前、ジ自ャ分ーニーをが、探す、そう、ジャーニーが終着点迎えそうやな。やっと、何？安全なとこからね、危険地帯のやつ煽るだけ煽って、ほんで、いざやられたらごめんなさいするタイプのあれ。これやって。あー、そういうやつね。そうか、限定回帰か、それ。とか、もうそうやけど、なんていうの、やりとり？うん。包囲してる時のなんか、話し合いみたいな、話し合いっていうか、会話？あ、懐かしいってすごい思った。ああ、確かに懐かしかったな。はなんか懐かしかった。いや、よかった。から、ね、あれも上がるんやろ？多分。あるんじゃない？うん、とかって聞いてるんで。いや、でも確かになんかよう言うやん、みんな、なんか。
やっぱ方位がおもろいみたいな多いやん、うん、大多数やん。大多数かどうか知らんけど、大多数かな知らんけど、まあ、半分ぐらい、うん、まあやとしよう。俺は見えへんから、それは俺も見えへん、うん、大半ぐらい、じゃあ大半ぐらい、うん、うん、まあそれぐらいにしとこう、うん、もう多分あ懐かしいって多分思うんちゃうっていうのをなんかやっと感じた俺、それを。あー、それは思うかもな、うん、何がちゃうんやろうな他の動画と。よく分からへんけどさ、ノリじゃない。まあそうかもな、ノリだよ、うん、ノリノリ、うん、多分ノリだよ。まあ言うてる間に5分過ぎたけど、というわけで、うん、この枠は、ここまでとさせて、いただきます。はい。でね、あ、この後はですね、心のない会、代表の小根島さんのね、交えて。代表じゃないけどね、僕ね、うん、あ、俺あるから、うん、代表誰だ。グルペンでいいんじゃん。まあじゃあグルちゃんで、うん、めっちゃ苦情濃い。グルペンでやろう。じゃあグルちゃんで。